どうも、ケイスケです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今日はですね、よいしょ、こいつですよ、こいつ。もう僕も最近ハマってて、もうね、しつこいかもしれないんですけども、この、今使っているバティスのね、40mmF2 のレンズですね。こいつね、本当に毎日使ってるんですけど、使いやすい、本当に使いやすいし、写りもいいし、ほぼ普段このレンズ1本、まあ、タブロンとかのね、やっぱり 28-75mm のレンズとかすごい便利なんですけども、こっちの方が若干軽いってこともあって、今はね、もうほとんどこれだけになっちゃってます。まあ、もちろんね、他のレンズも使わないわけではないんですけども、基本これ1本って感じですね。で、ちょっとね、この前、動画にもしたんですけども、キャンプに行ってまいりました。富士山のね、ふもとにあるふもとっぱらキャンプ場だったかなというところでね、やったゴーアウトキャンプっていうところに参加してきまして、で、そこでね、撮った動画っていうのはもうアップしてるんですけども、まあ、それ以外のね、写真もこいつでもうたくさん撮ってきました。もうそれをね、今回は見せたくて見せたくて動画を撮っております。もう早速今回は写真の方、ぜひこんな写真が撮れるんだっていうのをね、感じていただければ嬉しいです。どうぞ。いい写真ばっかり。いや、本当にね、いい写真ばっか撮れたな。もちろんね、今回お見せした写真は、まあ僕なりのね、編集を加えてあるので、まあね、元のね、撮って出しの写真ではないんですけども、まあ撮って出しの写真で、もうその時点でかなりしっとりと、写ってくれます。多分ね、前にね、レビュー動画を上げてるので、そっちでね、撮って出しの方は見ていただければ嬉しいんですけども、本当ね、元々の、こうなんだろう、やっぱ撮影してるとね、周辺の子がちょっと落ちてる感じはあって、それがね、しっかりとこう被写体を際立たせている感じがして、もう僕はね、大好きなレンズです。で、あとやっぱりね、感じたのが、色収差関連が全然ない。どの写真撮ってもうるさくないなって感じるのは、やっぱりね、この色収差のなさ、ツァイスならではかもしれないんですけども、このツァイスコーティングのやっぱなせる技というか、全然色収差のない感じはね、いいですね本当に。まあね、今回の動画に関しては僕が写真を見せたかっただけなので、そんなに多く言うことがあるわけではないんですけども、細かい部分気づいたところで言うと、まあさっきの色収差がないっていうのもそうなんですけど、全体的にね、めっちゃ青いです。青い、本当に。これもちろん僕がね、編集で多少青くしてるっていうのもゼロではもちろんないんですけども、ね、元の写真が結構青く感じます。普段使ってる 55mmF1.8 のサイズレンズとか、あとタムロのレンズとかでは絶対ね、この色にはならない。まあ、もちろん編集で出すことはできるかもしれないんですけども、もともとね、色が全然違うので、やっぱね、そこはね、ちょっと好みが分かれてくるかなと思います。僕はね、青いの結構好きなので、この色味はね、すごい素敵だなと個人的には感じてるんですけども、まあ、嫌いな人もいても仕方ないかなっていう感じですね。まああとね、ほんとね、やっぱ近づけるのが結構楽しくて、 55mm だとこの辺のね、写真とかは多分撮れないんですよね。こんなに近くは寄れないはず、寄れないんですけども、まあ、このレンズなら寄れるし、で、F2 って僕感どうかなとは思ってたんですけども、全然ね、十分です。本当に十分。まあ、ポートレートにも使えるし、物撮りにも使えるという感じですね。あとそのですね、なんか近寄った時、近接撮影っていうんですか、マクロ撮影っぽくした時に、F 値がね、2じゃなくて開放 2.8 になっちゃうよっていう話なんですけども、そこもね、まあ正直気にならないですね。なんか全然使っててそんな違和感は感じなかったので、僕は全くやっぱり気にならないかなっていうところ、あとね、まあ、特徴的だと思ったのは、フレアですね。フレアっていうか、ゴーストっていうか、ですね、逆光でやっぱり撮影した時に、まあ、この写真、このポートレートの写真とかもそうですし、あとは、この写真ね、パイナップルの写真とか、あと全体のね、キャンプテントの写真とかね、この写真とかも、ちょこっとね、逆光で撮ってるとか、光がね、写真の中に入ってるので、こうなんかゴーストが発生はしてるんですけども、もう僕は結構、このなんか、ゴースト感も、好きですね、個人的に言うと。もう最近のレンズって性能が良すぎて、こういうゴーストとかフレアって基本的には出ないんですよ。出ないので、なんか逆にね、こうやって
出るのが僕好きなので、まあ、この時はねちょっと上に NDX フィルター、可変 ND フィルターをつけていたので、まあ、フードはつけてなかったんですけども、まあ、あえてねこうフードを外して撮影して、でなんだろう、こういうフレアとかが入ってくるのは僕は個人的には面白いなっていう風に感じています。まあ、てな感じで、僕ね、今回撮ってきた写真結構、好きな写真ばっかりで、お見せしたかったなと思って、今回この動画撮ってみました。まあ、そんなね、しょっちゅう撮ってきたよってお見せするわけじゃないんですけども、まあ、たまにはね、こういうね、写真撮ってきたんでぜひ見てくださいみたいなね、動画もありかなと思っていますので、ぜひね、今後も見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、今回の動画はここまでになります。サクッとではございましたが、いかがでしょうか。今回の動画がいいと思ってくれた方は、高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい。Twitter、LINE、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。